株式会社金福は福岡県福岡市東区に本社を置く、からし明太子の製造販売を行う企業である。社名は、前身の東福水産株式会社が、東福の福に、をつけたものを親号として使用していたことに由来する。創業当初は、タコの加工から出発し、後にからし明太子の加工に進出。高品質品を丁寧に販売する経営方針で、 自社製のラらしン太子を地元九州を中心に全国へ事業展開している。グループ会社である東京金福との二社体制を敷いていて営業地域を一家のように分けている。茨城県の大洗工場が東日本大震災による津波の被害を受けたこともあり、リスク分散を目的として2012年12月に愛知県とこなめ市に トコナ工場を開設、愛知県企業庁が、東日本大震災の被災企業に土地を3年間無償で、貸し出す支援策を活用した。火災臨海公園付近のマンションの屋上に、巨大な広告看板が設置されており、火災臨海公園駅のホームや、首都高速湾岸線を走行中の車両からも見る、ことができる。明太パーク、大洗明太パークトコナ明太パーク神戸、 三田明太パーク、大阪 ATC、明太パーク、伊豆明太パークは、金服及び、東京金服が運営する、明太子のテーマパーク。2020年6月現在、全国4箇所にある、群馬県観楽町課内に5箇所目を、新設予定。九州以外の地域での販路拡大と明太子の認知度向上を目指している。いずれも工場に併設されていて、 原料となるスケトウダラや明太子、タラコに関するギャラリーと直売所が並び、随時工場見学も可能である。入場料は無料。大洗、常滑、伊豆は、東京金福、神戸三田については、金福が運営している。明太パークに関するカテゴリー。ありがとうございます。